久保さん、今回は花は,咲か花は咲かないにしておきましょうか。花は咲かないと。はい、まあ、あのね、もう一花咲かせたいですけども、咲かないんですよで。なんで咲かないのかっていうと、あの例えばうん、火星で花を咲かせることは今できますか月で花を咲かせることはできますか申しますね。 月ででで花を咲かかせるることはできるでしょうか火星で花を咲かせることはできるでしょうか土星で花を咲かせることはできるでしょうか多分これは難しいですよねてか無理なんじゃないかなうん要は花を咲かせるためにはある一定の環境が必要ってことですねまあ酸素があったりとか光合成があったりとか土があったりとか水があったりとかある一定のまあロジック環境がないと 無理なんですよ。もちろん砂漠で咲かす花もあるけれども、まあある一定の条件を満たしてるはずです。その必要な要素ですね。うん。あ結局何が言いたいかっていうと、まあ環境を変えろとです。今の環境じゃ変えられないよと。難しいよと。不可能ではないかもしれないけど、環境はあーすごく影響されていると。まあ例えばね、あの、自宅でね、動画が撮れません。 であるならば環境を変えるしかないですよ。自宅で取れないんだったら。自宅でモチベーション上がんないんだったら、他でやるしかないですよ。ねうん。じゃあその環境でね、モチベーションが上がらないままできるのかと。まあ、あの、できないこともないけど、できないわけじゃないですか。<laughs> ね、できる人もいますよ。久保さんと僕はできますけど。でもできない人もいるわけじゃないですか。だからその環境じゃ変え,変えられないよって話です。うーん。例えば、 あの人とのお付き合いもそうなんですけども、これから新しいことをやろうと思っています。だけど、新しいことを教えてくれる人の環境に活かずしてね、今の同僚、例えば今の同僚がね、俺副、業副業やろうと思うんだけどさ、って言ってね、副業やめとけよと。会社に違反してんだろうとかね。いや、お前が副業やっても無理だよとかね。 でそういう環境で自分は花を咲かせることはできますか難しくないですか、まあ、できる人もい,いますよ、一部は。でも難しいですよ。うん。毎回反論されるみたいなね。うん。やめとけ、やめとけって毎日言われたら、お前には稼げないって言われ続けてやれる人って多分まあまあ少ないと思いますよ。お前には無理だ。お前には才能がない。お前には無理だ。 お前には無理だ。お前には絶対稼げない。って言われる環境で、うん、花咲かせられますか一部は言いますけど、あなたはその一部ですか一部だったらもう成功してますよ。その一部だったら。その一部じゃないから今なんですよね。じゃあ、環境を変えるしかないですよね。まあ、花の話しましたけど火星で花は咲かすことはできないと。まあ、歩いて月に行けないみたいな話なんですけど。 それとちょっと似てる部分ありますね月で花は咲かないっていうね言ってらっしゃい